熱を測りましょう。ほら、額を合わせて。恥ずかしがらないで。まさかキスされると思ってるとか。その通りですよ。あ、無理しちゃダメだよ。たまには僕に甘えてよ。え？風が移るって？僕に移していいのに。まあ、熱があるみたいですわ。今日はゆっくり休んでください。私はそばにいます。大丈夫、風邪なんて私がやっつけてやりますわ。もしかして風邪か？ほら、早く俺の上着の中に入れ。バカ、これはあくまでもそのお前が病人だからだ。こういう時はゆっくり休んでくださいませ。そうだ、風邪をひいた時に聞く物語はいかがですか？ええ、あるんです。魔性の伯爵シリーズの風をひいた伯爵。風が吹き飛ぶぐらい面白いんですのよ。少し額に触れてもいいか？しばらくこのままで。俺の手は普通より冷たいようだから、きっと少しは楽になるんじゃないか。え、風邪ですか？それは大変。こういう時のおすすめはお母さん直伝のフルーツのシロップ漬けです。私が風邪をひいた時にも食べさせてくれたんです。とっても美味しいですよ。さあ、あーんしてください。あーん。